こんにちは、矢田部です。こんにちは、中村優斗です。今日はまっすぐ相手に突っ込んじゃうよっていうところの改善、はい、やろうと思います。はい、まあ足が速い子っていうのは自分のスピードにかまけて結構ドリブルでね、はい、相手に向かっていっちゃう。まあ足が速い子ってスピードに乗りたいんだよね、きっとね。うん、まあそれが武器だから。そうすると大体やってしまうのがスピード100だってこうやって向かっていくのよ。100なんですね。そう、100出しちゃうのよ。ね、ここでとにかくいろんな角度でスピード上げちゃう、こうやって。はい、あるよね。はい、でこれってサッカー始めて間もない子じゃなくてもやっちゃってる。ここでとにかくスピード上げるときに体の動きこうやって走るんだよね。ああなるほど、分かった。はい、もうベクトル方向が矢印が全部こう向いてるから分かりやすい。でさらに言ったら相手が近づいたとしてもスピード乗ってるからこのままほら避けられないのよ。うん、だからそういう子は何をしたらいいでしょうかって話なのよ。じゃあ俺スピードを落としましょうねって散々言ってる。はい、よく言ってますよね。言ってるよね。ここで大事なのはまあ前にしか進めないラジコン、はい、こういう感じね。つまんないよね。うん、ミニ四駆早いけどさね、こういうところで走らせたらまっすぐしか行かないじゃない。うん、あれコースがあるから曲がるんだけど、うん、ちゃんと横に動けるかなってね、横に動けるかなって。まずこれができないんだよね。できないんです。できないんだよ。ドリブルで横に動くってできる？もう中村さんできるよね。はい。でこれを前練習もやったよね。やりましたね。クロスステップの使い方ってやったよね。これのさ、ね、はいクロスステップってこれだけだとただのねサンバですよね。やったよね。サンバを前後ろ前後ろってやるともうこれただダンスの練習なんだよ。ね、ブラジル2月リオのカーニバルあるけどね、これから大変ですよ。てんやわんやこんなになってねやるよね、こうやってね。俺別に参加してねえから別にこれ必要だった今、ごめん。いや、あんま必要なかったよね。まあだから今度これを前前前前前ってこれなんだよ。で前前前ってこうやって動いていく。これができるとドリブルでも前の足でインサイドインサイドって引きずれる。でだからこれをね、足が速い子ほど覚えてほしいのよ。そうするとここでね向き合っちゃった時もかわして縦にいけるじゃん。今危ないよ、多分空気読めてなかった今。危なかったね。事故りそうになりました。危なかったね。横にはディフェンスいたら横にずらしてってずらしてって立てって一気にいけるよね。ここを覚えていくとすごい嫌な選手でしょ。はい、ね、だからぜひねここをね覚えてほしい。だから横へのドリブル、もっと言ったら後ろへのドリブルだと覚えられるといいよね。後ろか、後ろ、はいはい、後ろね、下がるよって。で前後左右行けたらいいよねっていうとこですよね。もう今はねファミコン時代と違ってね、左右と上下だけじゃないんですよ。斜めも行きたい、うん、ね、まあ上行けってね飛べとは言わないよさすがにね。そんな時代まだですね。まだだよね。まあだからその辺はね、まあ無茶だと思うんで、とにかく前後左右動けるようにやってもらえればいいかなと思います。ということで、はい、チャンネル登録お願いします。